ムマシンの出口はどこだっけな。わかるわけないだろ。海の真ん中に目印があるわけじゃなし。救いの船でもないかな。1億年前だよ。人間はまだいないんだ。文句ばっかり言ってないで助かる方法を考えたらどうだ。何も考えないんだから。だってどこでもドアもタケコプターもないんだぞ。大体こんな大冒険するのに何にも持ってこないのが悪いんだ。たまにはポケットの大掃除をしようと思って持ってる機械の半分近くを修理に出したとこだったんだ。しょうがないじゃないか。しょうがないで済まないよ。使えそうなものは残ってないのか。一応タイムベルトはあるけどね。タイムマシンの一種。うわー、これなら20世紀の世界へ帰れるじゃないか。帰れることは帰れるけどね、帰り着いた場所が問題なんだ。これは時間だけ変わっても場所が動かないんだ。それじゃ何にもなんないじゃないか。こんな小島が20世紀まで残ってるわけがないだろう。海の真ん中で溺れるだけだ。大体が無責任だよ。ろくな用意もなしにこんなところに連れてきてさ。うるさい。そもそもの始まりは君なんだぞ。あんなこと言い出さなければだ。ドラえもん、ドラえもん、大発見、大発見だよ、大発見。なんもなんも。世界的ノーベル賞的大発見。お、学校の裏山でね、魚と貝の化石を見つけたんだ。ほら、なんだ珍しくもない。化石は珍しくないかもしれないけどさ、そこからひらめいた思いつきがすごいんだ。今までどんな学者も考えつかなかった新しい学説、ノーベル賞間違いなし。へえ、それはぜひ聞きたいもんだ。いいかい、見つけた場所はね、海から何十キロも離れてるんだ。そこに魚や貝がいたっていうことは、つまり遥かな大昔、魚や貝は陸の生き物だった。それがなぜ今海に住んでいるか。それは今日みたいに暑い日に海水浴かなんかに出かけて、あんまり気持ちよくてそのまま住み着いちゃった。出かけた。おじいちゃん残念でした。実は昔この辺は海だったの。まさか。1億年前日本は大陸と陸続きで、関東地方の大部分は海の底だったの。陸が浮いたり沈んだりするもんか。するんだもん、長い年月の間には。じゃあ行ってみるか、タイムマシンで。よし、行こうじゃないか。着いたぞー。どん？あー、あー、大変だ大変だ。急に驚いた、海の中だとは。じゃあ見てみろ、のび太くん。は？ほら、この時代の海岸線はあんな北の方にある。本当だ。あー、これで僕の進学説もおしまいか。そう、がっかりするなよ。せっかく来たんだ、しばらく遊んでこ。タイムマシンの入り口の目印に V を置いてけばいい。どんな魚の鮮度が釣れるかな。持って帰ったらみんなびっくりするだろうね。あっと、かかって、大きいぞこれ。いった。うわ、ブルーだ。うわー、助けて。やだやだ、助けて。こっちのちゃんと竿を離せ、竿を離せって。糸が腕に絡まって離れないんだよ。つかー、どうするんだ。じゃなかった。このまま飢え死にか。いっそ人思いに。お、なんだい、どうかいたのかい。誰かが覗いてる。海の中からすごい目で。海の中、君の悪いこと言うなよ。じゃあ島が動いた。助けて。どうもさっきから気になってたんだけど、ひょっとしてこれは島じゃなくて大昔の巨大な亀。亀？そういえば図鑑で見たことがあるよ。ブロブロ、ブロガノケリスとかアーケロンとか。
とすると、これは凶暴な肉食ガメ。から後ろの方にいれば助かるぞ。カメが水に潜った。もうダメだ。タイムベルト元の世界へ。カメに食われられました。海の中じゃなかった。あ、バカバカバカ、なんでうちの池で遊んでるんだよ。そうか、1億年の間にここはもう陸地になってたんだ。よく慣れてるだろ。僕が訓練したんだぜ。ほんと、かわいいわね、口パクパク開けて。うん、僕も飼ってみたいな。でも鯉って高いんだろ。あー、そんなことないよ。一匹10万ぐらいかな。高い。すごいわね。あ、君たちも飼ってみたら。でも大きな池が。あ、ごめんごめん、僕つい悪いこと言っちゃった庭に池があって鯉が飼えるのは何？また素直にバカにされたって。よし、うちでも魚を飼って訓練してやろうってんだ。無理言うなよ、金魚鉢もないのに。何もなくたっていいんだ。僕には四次元ポケットという便利なものがあるんだ。じゃあ、魚を手に入れてくれるの？僕に任せろ。スネをギャフンって言わせてやる。うわー、頼もしいな。やっぱりドラえもんだ。気持ち悪い。まず釣り堀へ行ってみよう。では早速。のび太くん、釣りやったことあるの？ないよ。餌つけた？つけてない。あるいはつけてない。だあ、これなら僕にもできるだろう。にっち、いやだだだだ、こんなこんなこんな、待て待て待て、また破れちゃった。金魚なんかつまんないよ。他を探そう。あんまり人が飼ってないのがいいよ。だけどそんな魚は高いんだろう。うん、ただだよ。ただだって？まさか。まあいいからついてきなよ。ここには魚がいっぱいいるよ。だって、どうやって取るの？大丈夫だって、これがあるから。何それ？いいから一つかみ取ってごらんよ。うん、ちょっと握って。ん？匂いをつけて海に撒いてごらん。パッ。ほら来た。おお、大丈夫だよ。この板をたどると空気の中でも平気で生きてられるんだ。すごいや。もっとやらせて。ダメダメ、あんまりやっちゃ買い切れないよ。いやないか。すんなよ。さあ、ほっといてよ、魚ちゃん。うん、かわいいかわいい。お魚ちゃん、かわいい。あ、ぐずぐったいよ、ぐずぐったいったら。うわっ、大丈夫だよ、のび太くん。その餌をくれた人になれるんだよ。え、なんだ、お前は案外かわいいな。じゃあ僕ん家へ向かって出発進行。みんなスポーンってついてくるよ。パパ、今晩のおかず何にします？あ、魚がいいよ。魚ね。え、魚飼ってるって？生きもないくせに。なんならうちに見に来たっていいんだよ。さあ、みんなおいでよ。どうせ干物かなんかだろ。のび太、お前嘘だったらただじゃおかないからな。本当かしら。え、嘘に決まってるよ。わ、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 
なんだ魚が空を飛んでる。どうよく慣れてるだろう。魚チチン魚おまわり魚はい、お使いご苦労様。一体あのどうやって、うん、実はドラえもんに頼んでね、空気の中でも生きていられる魚をね。のび太くんダメだよ、秘密を喋っちゃ。ドラえもんごめんよ、つい調子に乗っちゃって。それより魚たちに散歩させようよ、うん、みんなおいで。あれすごい、待ってなくて。俺も散歩に使う。またほらほら、水くさくっちゃダメ。でなのび太のやついつの間にこんなにならしたんだろう。俺も一匹ぐらい飼いたいな。サメだ、助けてくれのび太。大丈夫だよ、ほらよく懐いてるだろう。ああ俺も乗せてくれよ。ね、お母ちゃん、お母ちゃん、羨ましいな、のび太のやつ。僕の飼っている子よりずっといいや。ぐやじあ、さてはこの餌で魚を鳴らしたんだな。よし、いや、あよし、いけいけいけ、餌は来たんだ。菊池を仕返ししてやらないと。そうだ、船に乗ってるおじさんが外国から今ちょうど港に帰ってるんだな。よし、もしもし、おじさん、あ、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。これをばらまけって？うん、なるべく海の真ん中で。どんな魚が来るか楽しみだな。まあ、おじさまから一体何の荷物が届いたざましよう。ママ、見ててよ、世にも珍しい空飛ぶ魚だ。そんな魚を買えばスネオちゃん、私たちもう威張りざますわね。うん、デロデロ魚ちゃん。助けてママ。あ、こんなはずじゃなかったのに。あ、し、あっち行け、し、あっち。あ、ラッキーガン。のび太くん、素敵なもの持ってるのね。ちょっと見せていただけない？だってダメだよ、これはドラえもんと半分こして食べるんだもの。意地悪、誰も取るなんて言ってないじゃないの。だけどさ。なら見せてくれたっていいじゃない。でもちゃんと返すわよ。でも返すっつってんだろ。色といい形といい、なかなかよくできている。実に素晴らしいもんだよ、のび太くん。まあね、これで味さえ良ければ言うことはない。えっ、ああないな、うまい。こんなにうまいアイス食べられるなんて、なんて幸せなんだろう君は。さ、約束通りこれは君に返そう。どったの、いらないの？いらないなら俺がもらうぜ、バイ。はあ、何取られた。お金は僕が出したんだぞ。半分こして食べるはずだったんだぞ。僕の分だけでも取り返してこい。やだよ、やだよ、怖いよ、やだよ、ジャイアンに。やだよ、やだ、本当に嫌いです。僕が出したお金だもん、帰れ。しょうがないな、一寸法師、これをジャイアンにかぶせる。するとどうなるの。試してみようか。あれ、あらららら、つまりこうなる。そうなったらジャイアンをやっつけちゃうんだ。分かったよね、分かったよ、元通りにしてよ。帽子を取れば元に戻るよ。よし、やるぞ。頑張ってこいよ、ジャイアンめ。今日こそキュッと言わせてやるっちゅ。静香ちゃんだ。
メガネ買い直さなくちゃ。母ちゃん、いいもの持ってんだね。ちょっと見せてくれない？ちょっとだけよ。貸しちゃダメ。はのび太くん。のび太、静香ちゃん、騙されちゃダメだ。ジャイアンはそうやって僕の時もね。いい度胸でね、のび太。のみみたいに潰されたいのか。えあ、いてい てやさて、どうしてやるかな。覚悟しろ、のび太。背中に潜り込んだな。よせ、よせ、なとこよせって、ま、やめろ、お前。のび太、ただじゃ置かない。いて、よせ、のび太、痛い。痛い、痛い、やめろ。あ、な、お、な、よ、よじてくれ。俺、くすぶったがりやらな。あ、やって、やめ、やめてくれ。やめてくれ。息ができない。アイスクリーム返してくれる？ああ、のび太、誰に向かってんねん。あ、分かった、返す、返すっつんだ。あ、やべ、やべ、ドラえもん、それ帰ってきたよ。ほんと？うん。早速食べようよ。半分こすると少ないね。